8月20日からはタイガース戦ですね。バンテリンドームなところが救われてますけどね、チーム状態いいのか悪いのか非常にね、まあいいだろうと私は思います。非常に実はいいんじゃないかと思いますけれどもね、チーム状態。そんな中、いつもとはちょっと違ってね、もう内容ね、深掘りしていこうかと思います。あのね、ちょっと先発投手は後で言いますけれども、今ね一番ドラゴンズにとって問題であろうというサードですよ。周平さんがちょっとね、もうね、なかなか深刻な状況、怪我な気がするんですけどね、私自身は。まあね、引っ込むほどの怪我じゃないけれども、ちょっとベストコンディションには程遠いというような、よくあるやつかなと私は思ってますけどね。まあこれはドラゴンズもここ数年何もね発表されないし、多分スポーツマンにとってはあんまり言いたくないことなんでしょうけど、まあ察する限りそんな感じがしますね。というところでね、私ちょっとね間違っちゃったんですけれども、先日もうここまでこうね、なんか調子悪そうだと、周平さんファーム一回調整再調整した方がいいんじゃないかっていう話も あるんですけど、じゃあ実際ね、その代わりにもうファームから上げてくる人いないんじゃないかなと。阿部ちゃんも今ね下に行って、で三ツ俣さんも行ってしまって、もうねボロボロというところで、急遽水脇くんも上げてきてね、さらに周平さんまで下に行くとなると、じゃあウエスタンもサードいないよ。私もねちょっと勘違いしてました。実はですねすいません、いました。はい、活躍できそうな期待感がある選手がいました。はい、まあ早速名前出しましょうか。デーンとね、デーンといきましょうか。第一候補、第二候補、第三候補ですけど、いきましょう。こちらです、デーン。忘れてたのはですね、綾継くんです。綾継くんね、サードです。サード綾継っていうのがね、実はサード綾継なんですよね。綾継くんサードとして存在していることを忘れていました。すいません。ちょっとご紹介しますね。綾継くんがキャッチャーじゃないと、ファーストじゃないと、サードだというところをちょっと、ね、数字上調べたので、山下綾継、実は移籍前から三塁を守っていることもある選手、謎なというか出場機会を求めてサードも守ることがある。まあドラゴンズだとね、キャッチャーがよくまあ人数合わせ的にサードウエスタンでは守ってることあるんですけれどもね、まあ山下さんの場合はサードはもう守備機会も求めてサブポジションというところで、大野さんサードとかとはちょっと意味合いが違う、石橋くんサードとか滝野くんサードとはちょっと意味合いが違う、半分本職です、山下くんは。というところで、今年もなんとですね、調べてみたらウエスタンリーグドラゴンズで8試合でサード守ってます。やりました。でエラーゼロと、守備率10割、素晴らしいですね。最近ドラゴンズね、守備があれじゃないですか、守備の名手レフト福田とかね、意表をついた守備ブームが来てますけど、綾継くんも実は結構本気なサードでした。申し訳ない、私は忘れてました。はい、申し訳ないです。というところでですね、周平さんが本当にちょっとね調子悪くて、今ね再調整した方がいいんじゃないか、まあ再調整というよりはどっかしら痛めてるんだったらね、ちょっと一回怪我のケアをした方がいいんじゃないかぐらいに私は思ってるんですけどね。まあここは真相は出てこないでしょうけど、今日の起用とかもちょっとね、最後の最後でなんか思い出代打みたいな感じでね、なんかどうでもいい場面で出てきたので、もう本当に戦力としてそもそも今日はカウントされなかったなというぐらいでしたよね。なので、これ落とすのかなっていう気配を私は勝手に感じました。はい、というところでですね、今年の最近の成績を上げてみましたよ。今年の成績は3人、一応候補としては、まあ私の今の一押し綾継くんで、一応ね、もうメンバーとしては皆さん十分ご存知なガッキー千垣くんで、最近サード挑戦してるんじゃないかという噂の郡司くん、まあこちらの3人を並べてみました。まあ郡司くんはまだ多分ね、やり始めたばっかりなんでね、この2人を飛び越えて上がってくるはそんなにないような気がする。ウエスタンがね、もう雨で流れまくっててね、
郡司君サードの姿とか見れないんでね、分かんないんですけど、どれくらい練習やってんのかも分かんない。もしかしたらね、今2週間ぐらいもう試合やってないのかな、ずっと特訓してんのかもしれないですけど、さすがに試合で出さないとね、使ってこないとは思うので、まあ郡司君はいきなりはないかなと思うんでね、綾継君か石垣君ぐらいなんじゃないかとは思うんですけどね、代役あるとしたら。打率は2人ともあんま良くないですね、2割5分切ってます。はい、打席数はまあ石垣君の方がね出てることは多い。山下君はねキャッチャーっていうポジションな理由もあるんですけれども、そこまで出場が多いわけではないですね。まあ少なくもないんですけど、規定の半分ぐらいって感じですね。でも打点はガキも綾継君も似てるようなもん、ホームランも同じというところで、まあ打力の結果内容を見ればね、やっぱり綾継君の方が 1.5 倍ぐらいいいなっていう感じはします。今季はね、出塁率は若干石垣君が勝ってて、長打率は圧倒的に綾継君、 OPS で言うとその分綾継君が勝ってるなというところでですね、最近ですね、まあ最近雨だらけなんですけど、一応8月のウエスタンの記録を考えるとですね、綾継君は7打数3安打で4割2分9厘1フォアボール取ってます。でガッキーがですね10の2の2割ね、フォアボール4あるんですけど敬遠とかも入っててね、なんかねまあ見てる人わかると思うんですけど、ちょっと調子悪い感じが非常にします。三振しまくりですまあただこのね、その調子の悪さっていうのもね、1週間2週間前だったりするんで微妙に当てにはなんないんですけれども、まあここら辺かなと。まあ郡司君はまあそんなに出場機会がないので、数字だけ見ると結構飛び抜けた打率4割6分とか打ってますけど、ちょっとさ、これはさすがに参考記録なのでね、どうでしょうね。まあサードの候補周平さん落とすんだったらね、もうサードファームにも全然いないよ、ガッキー調子悪すぎるよって言ってたんですけどね、すいません、綾継くんがいました。どうでしょう、もしかしたらもう一回入れ替えあんのかなと思うところでした。ちょっとわからない、ここら辺はわからないですけど、タイミング的にはねいいんじゃないかと思います。さすがに使わないでしょうからね、今の調子で実際にスタメン落としてしまってね、代打の使い方も非常に悪くで、結果の内容も悪かったので、ちょっと何か引っかかるものを感じた今日の試合でした。いつもの通り先発予想いきましょうかちょっとすいません、何の動画だって感じですけれども、先発予想、そう阪神戦ですね、タイガース戦バンテリンドーム金土日とあります。こちらかなというところですね。ちょっとタイガースの方もまあこちらかなというところで、すいませんまだ初日以外はわからないので、ドラゴンズは柳さんで、タイガースはね今年調子が非常に悪い西さんで、2日目はジャリエルと、まあ最近ねウエスタンから上がって調子が良い二保さん、去年ホークスだったトレードできた二保さんですね。で3日目が小笠原さんと秋山さん、もう秋山さん今年エースみたいなことになってますけど、ドラゴンズとはね今まであんま当たってない今年、ちょっとこの辺りを見ていきたいかと思います。で初戦ですね、柳さんと西さん、筋だけ見ると圧倒的に有利かなと見えます。西さんもね4勝7敗ってことで非常に負け先行しててね、タイガースさんファンは結構ね西さんのこと調べると結構ね今年タイガースが快進撃してる中ちょっと足引っ張ってるよとか、この数字は何ですかねみたいな感じでちょっとね、まあ頑張れしっかりしろって言ってる人が非常に多い状況でした。ただね見てわかる通りそんなに打たれてるわけでもないんですよね。フォアボール出しまくりってほどでもないですし、防御率だってね3点前半なんで、まあ4勝7敗ってほどは本来悪くないかなと、イーブンぐらいでいてもおかしくない、だからあんまり舐めてもダメかなと。実際ドラゴンズも今年2戦戦ってまあ0勝1敗にしてますけど、防御率もね3点台ですからね、打てる相手かっていうとそうでもないよっていうとこですね。で一方の柳さんですね、7勝5敗、防御率は非常にいいんですけどね、なんでこんな
ね、もっと勝ってもいい気はしますけど、なんででしょう分かりませんが、まあ筋見ても凄まじいです。右も左も2割しか打たれてない。まあ若干左ね、ホームランとかフォアボールとか見れば、まあ、左苦手にしてんなっていうのは露骨に出てるんですけどね。タイガースも結構左でね、佐藤くん、近本さん、このあたり怖いバッターね、いっぱいいます。どうでしょう、まあ、相性が悪くはないんじゃないかなと、そういう気はします。はい、頑張ってほしいとこで、2日目はジャリエルと二保さんなのかなというところですね。ちょっと自信はそこまでないんで申し訳ないんですけど、まあ、ジャリエルはタイガース相手にね、今季1戦投げて 1.35 なので相性はいいかなと思います。まあやっぱり左にちょっと弱いかな今年は。まあ、前回ねやられちゃったんでね、左の丸さんにねこんな数字になっちゃいましたけど、うん、まあ、ジャリエルもね、数字非常に防御率悪く見えますけど、一発攻勢に沈んだっていうことを考えれば、うん、まあ、ピッチング自体はね、そこまで壊滅的ではなかったかなとは思います。名古屋ドームなんで頑張ってほしいところです。二保さんはね、結構ウエスタンでおなじみな二保さん。なので、もしかしたらね、意外じゃないですけど、ウエスタンで年中対戦してた、渡辺さんとかね、アリエルとかもしくは大野さん、このあたりがいいのかなっていう気がしなくもないですね。で、3日目は小笠原さん、秋山さん、うん、難しい予想が難しい対戦ですね。秋山さん非常にドラゴンズね、1回しか今年戦ってないですけど抑えられてて、うん、名古屋ドームでね、バンテリンで秋山さんと戦うと、とんでもないホームラン打たれる気がするのは私だけでしょうかね、昔打たれたの秋山さんですよね、あれ確かね。ちょっと怖い、バッターとして怖いそんな感じがします。で、小笠原さんですね。小笠原さんも長打力あるんで、長打力対決だったら意外とね、いい線戦ってんじゃないですかね。ぜひ小笠原さんと秋山さんね、長打対決、手法対決になる気がしますけど、小笠原さんのホームランでなんとか勝ちたいところかなと思います。まあ、この3戦ですね。この3戦とても大事。8月はね、バンテリンでの試合がもうちょっと残り少なくなってきちゃってるんで、なんとかこの3連戦ね、首位のタイガースとはいえ勝ち越しはしたいところです。あわよくば3個取りたい。3個取れなくもないと思うんですよね、現状打順がね、打線がさりげなくね機能し始めてるじゃないですか怪しいですけど、まだ高々ですけど、渡辺さんが2番に座ってね、で京田さんがまあね、怪しいは怪しいけれどもフォアボール取れるようになってきたような気配がしなくもないという、まあその分ね、もう長打はまず出ないんだろうなぐらい詰まった打ち方してますけど、まあそれでも出塁率が非常にね今良くなってる状態なので、 1,2 番がちょっと見ててね、絶望感がない感じですよね。渡辺さんも何かやってくれるしね、出塁したら盗塁しようとするしね、まあ足早いんで、そこで大島さん、ビシエド、まあ5番は福留さんなのかね、マスクによってはアリエルなのか、場合によっては福田さんなのかわかんないですけどね、みんないいところを出してきてるので、期待できなくはないかな。後半はね、前半みたいに我慢、育成我慢、そういうことはしないみたいなことも言ってて、実際ここまでそんな感じでね、周平さんも下げられてるし、結果が出なかった伊藤さんとかね、加藤さんとかも、しつこく使わずにね、くるっとどんどん入れ替えてって、結果が出た渡辺さんを今度はずっと使ってるみたいなことになってるのでね、うん、まあ、この起用方法がずっと続けば、まあ面白いということにはなるのかなと思います。ちょっと怪我人が多そうなのがね、周平さんとか木下さんとかね、そこら辺はちょっと気になるところですけれども、まあ好転する可能性は感じる気配はなくはないと思います。はい、まとめます。サードね、将来的にというか長い目で見た時にね、やっぱり周平さんっていうのは3割とか記録してるバッターなので、他の人がおいそれと勝てるものではないんですけれども、じゃあ今ね、これから残り1ヶ月半をどういう戦いするのかっていうところでおいてはね、他の選手にも勝ち目はあるかなという気配がしますね。綾継君とか
まあ場合によってはガッキーとか軍司君も残り1ヶ月半がもうものすごいチャンスね。渡辺さんじゃないですけれども、多分周平さんの代わりに出場する機会がもしあってですよ、あってその試合でね、渡辺さんのように先制タイムリー打つわ、ホームラン打つわ、盗塁決めるわみたいな、まあ操ぐく盗塁は決めないと思うんですけどね、そういうこともしやらかしたって言うと言葉はですね、やった日にはですね、サード奪えるんで、今年はとりあえず。またね、春キャンプとかで勝負は横並びとかそういうこと言われるんだとは思うんですけど、残りの1ヶ月半に関してはね、そういうことやればです、十分取れます。多分取れる。周平さんのファンの方っていうのは多分多いので、そこら辺の人はねブーブーって言うとは思うんですけど、まあ今の流れだったら多分結果出した人を使うという流れになってると思うんでね、で結果出せない人はやっぱり引っ込めるという流れになってると思うので大チャンスです。まあその前にね、まず周平さんね、下げるのか下げないのかっていうちょっと選択肢はまずあるんですけど、まあ、19日の代打でのね、順列、使われた出番のタイミングとか見る限り、もう全く戦力として計算されてない、そういう状態だったのでね、うん、ちょっと感じた次第。なので、こんな動画も作ってみた次第なんですけれども、うん、ちょっと今夜とか明日の朝とかニュースが気になるかな、私の気のせいかなっていうところではあるんですけど、ちょっと注目してみたいと思います。まあ、今週末じゃなくてもね、また来週の頭とか、なんか来週は静岡で試合があるみたいなんですけど、なんか静岡でビジターっていうのもちょっとね、不思議な感じなんですけど、そのあたり非常に注目で、後半のね、新戦力の台頭っていうのも非常に注目したいところです。前半に関しては本当ね、まあ、なんかいいことあったってなんかいいことあった、打撃陣来季につながりそうな、なんかいいことあったっていうね、あらゆる点でね、開幕前のマイナスになっちゃってるじゃないですか。根尾くんはね、ちょっとかなりスランプになっちゃったし、石川くんは骨折しちゃったし、で期待してたガッキーはね、なんかもうやっぱり出遅れが痛くて、今年今のところ成長してる気配というか退化してるようなね、スイングになっちゃってるような気配もあるし、石橋くんもとかね、あと岡林くんとかもですね、もうちょっと伸びるかなと思ったんですけどね、ファームでもやっぱりまだ全然ね、苦戦してるというところも、もうちょっとね、まあ去年だからファームでとんでもない記録を出した渡辺さんと三ツ俣さんが、まあ、今年一軍でやっぱり実力あったんだなという、そういう気配を見せてくれてるんでね、そのあたりはまあ今年の嬉しいところかなと思うんですけど、じゃあ来年に向けてとなるとですねいないんですよね。軍司くんぐらい、軍司くんがかろうじて来年、今年の渡辺さん、三ツ俣さんみたいな、なんかもう爆発する寸前だろうこれっていう気配がするのは軍司くん一人かな今のところっていう、それぐらい悲しい今年なんでね、うん、まあ残り1ヶ月チャンスがあったら周平さんだろうが食らってほしいと思います。頑張ってくれ、みんな頑張ってくれ、よろしく。それではまた阪神戦、どういう戦いになるか分かんないですし、阪神も本当優勝争いしててね、もう本気の本気の、もう本気苦戦とかじゃなくて本気の本気なんで、いい戦いになると思いますので、しっかり応援していきたいと思います。また祝勝会ね、3回できるといいですね。よろしくお願いします。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。